それ、運極まりぬれば、兵法もいらず、下法つきぬれば、所獣も従わず。四条金五のご返事、保険経兵法のこと。そもそも、運が尽きてしまえば、兵法も役に立たなくなり、 徳が尽きてしまえば家来もですね従わないと今日本国の法華経を敵として災いを千里の外より招き出せいせるとこれを思って思うに今また 法華経を信ずる人は幸いを万里の外より集むべしと。虫持ち御所。今、日本の国は法華経を敵として災いを千里の外から招き表していると。このことから。 考えてみると、今また、保華経を信じる人は、幸いを万里の外から集めることであると、あろうということですね。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様もありがとうございます。では、また次回の動画でお会いしましょう。私はこれから、 えー、95回目の献血に行ってこようと思います。